はい、今日もバイスチャンネル配信しようと思います。今日は1日遅れて土曜日の配信になってしまうんですけど、すいませんでした。最近ちょっといろいろ新作が入ってきたんでバタバタしてて、なかなか思う通りに、YouTube も配信できてないんですけど、まあ今日はちょっと新作今先行予約してるってこともあって、ちょっと配信しようと思ってます。今僕が被ってる帽子、この、まあ、以前からあるバイカーキャスケットってうちの方で呼んでるんですけど、この帽子の新色と、まあ、新しい生地を使ったやつ、今背後役まずしてます。色は僕が被ってるグレー、サンドブラックかな。で、まではこのツバの部分が、レザーで作ったんですけど、今回はスエード、ブラックスエードで作ってみました。かぶり心地もいいし、生地も結構薄手なので夏でも使えると思うので、このかあのキャップなんていうんだ、こんな帽子探してる人いましたら、こちら例えば1500円受付中です。で、あとはこの僕が今着てるこの、去年も出したんですけど、サンダーアレタトゥーマノさんに、書いてもらったこのパイナップル柄の、アロハシャツなんですけど、前回は黒、赤、緑あったんですけど、今年の2023年のカラーはちょっと、まあ、前回の緑とはちょっと違うんですけど、ちょっとかすれたような、まあサボテンでいうとロフォーラっぽいグリーンなんですけど、まあこのグリーンとこのネイビーの2色で今年は発売します。まあよーく見てもらうと、まあオンラインストアとか見てもらえばいいんですけど、まあね、バイカーといったら、僕が思うバイカーといったらっていうアロハってやっぱパイナップルだったんですよ。で、パイナップルをそのまま作っても、まあ別にただパイナップルを復刻者だけになっちゃうんで、まあせっかくなんでちょっとこうローブローカルチャー的な要素をちょっと入れて、まあわかるかな、ここにシュランケンヘッドが何個か2種類ぐらい入ってるんですけど、まあバーッと入ってて、パイナップルとシュランケンヘッドの組み合わせっていうのがなんか、なんつうか、ちょっと面白いかなと思って、これは作ってみました。で、今年の新作のアロハがこちらです。まあ今日のメインの話になるんですけど、まあこれわかるかな、黒と黄色があるんですけど、背中にがっつりこのハゲタカが書いてあって、フロントは、こんな、なんつうだろう、サボテンというか、まあ一周ぐるっと胴回り一周が一つの円になってるんですけど、まあ、この辺の話を今日は配信しようと思ってるので、こちら成功予約してますので、今日の配信見て、ちょっといいなと思ってくれていましたら、ご注文いただけたら嬉しいと思っております。じゃあ、今日の配信、どうぞ見てください。お願いします。はい、今日もバイスチャンネル配信したいと思います。ちょっと世間はまだ4月中旬、上旬？全然半袖だと寒いです。とりあえず今日は、バイス、ちなみに今、こっち、SOR デザイン。いつもデザインでお世話になっている堀銀さんという方の、ファトショップなんですけど、ちなみにバイスはあそこです。今日で着くこの SOR デザインさん、堀銀さんに今回、このシャツをデザインしてもらった、このことについてちょっとお話ししようかなと思って今日は行きました。じゃあとりあえず中でお話聞いてみましょう。行ってみましょう。お疲れです。お疲れ様です。いいシャツ着ますね。これガラシックサンサ全開でます。堀銀さんです。まあ何回かうちのバイスチャンネルにも、出てもらってるんですけど、まあ毎年周年ごとのデザインをもう何年ですかね。前も話してましたけど、もう何十年かずっとあるんですよね。もうそんなのも忘れちゃうぐらい定番化してるんですけど、バイスは何周年っていう特別さはないっていう。毎週毎週毎年作ってるから、何の周年になるかわからないシリーズなんですけど、ただ今年はバイス22周年なんですよ。はい、いつの間にか。ってことで、なんかちょっと変わったことしようと思って、まず、まあ、3人の方にお願いしてるんですけど、まあ、そのうちの1人、堀銀さんのところにまず、この商品が出来上がったんで、サンプルなんですけど、出来上がったんで、ちょっと来ました。ちなみに、このシャツなんですけど、堀さん、一斉の帽子を見ましょう。一斉の方で、はい、こんな感じで、背中はこんな感じになっております。ハゲタカがでっかいのがいます。で、あります。このフロントの絵と背中全部ね、1個になってるんですよね。そうですね。まあ、全部堀銀さんが描いてくれたんですよ、これ。今、シャツの中プリントされてるから、プリントというか、生地になってるんですけど、これ広げてもらうと、なんだろう、1枚の絵ですもんね。すごい説明がしづらいんですけど、なんでここら辺にでっかい木があって、ハゲタカが止まってて、ぐるっと回って背中にでっかいのがいて、こっち側に戻ってくると、まあ、でかいサボテンがあると。ちょっと後ろ一瞬いいですか、見てください。で、このでかいハゲタカの下に、実はここに、ちょっと浮世絵風なんですよね。浮世絵風に描いていただいたんですけど、なぜかここにバイクがいるっていうところがまた新しいんじゃないかっていう、まあ、そんなデザインになります。今回はこのデザイン、めんどくさかったですよね。初めてなんで、こういうのが僕も初めてだったんで、
このシャツを一周巻きたいんですよってお兄さんにお願いした時も自分がよく分かってないからサイズ感超難しかったですよね。ちょっと難しかったですね。あの何回も実際書き直してもらってお兄さんちょっとだけ短くとか長くとか、うん、あれが結構実はすごい大変で出来上がってきたらすげえでかかったりとか、うん、そうでしたね。その苦労は多分やった人たちしか分からないっていう、うん、で書いてもらうとお兄さんが一番大変だっていう話なんですけどなんかこれ書いてもらう時になんかなんだろうなんかこだわってもらったポイントとかありましたか？なんか今回珍しくこの和な感じだったので、うん、そうですね、はい、まあバイスって言ったらなんか和ってあんまないですもんね、はい、いつも、ね、なんですけどなんか今回ちょっと何ですかアロハシャツ的なこう夏シャツみたいなイメージだけど、はい、堀銀さん当然洋のやつもやるけど、うん、和もいっぱいやってるじゃないですか。そうですね、なんでそういうのも全然知ってたし上手っていうのも知ってたんでなんか新しいことしたい、うん、バイス22周年なんで新しいことしたいと思って、うんあの今回はちょっと初試みのところ、なんか最初はなんかよくある、まあ、デイビッドナーさんのああいうシクシティーズのポスターみたいな感じのイメージなんですよねっていうことから始まってただそのままやってもしょうがないよねって話でなんかそしたらあの浮世絵っぽいのどうっていうのを言ってくれたので、まあ、こうなったと、はい、だけど すごい上手ですよねっていうのもなんか失礼な話なんですけどむちゃくちゃすごくないですか？本当にだから実際これ服になるとまた面白いもんっすよ ね、うん、そうですね。なんかデータでいつもいただくんでデータだとパキンとするんでとかも、ね、服になるとなんか沈むじゃないですか、はい、その感じがまたこのタッチとも、はい、だってこの辺とか普通に考えたら書いてるわけじゃないですか、うん、そうですね。書いてるやつが服になるとなんかこの後ろの黄色が透けて見えたりとかも面白いし、うんそうですね、なんか不思議ですもん自分でも。で今回は黒と黄色出すんですけどこの2種類多分、うんこの動画が配信されてる頃には、すごいしてるのかな、ちょっと定かじゃないんですけど、やってると思います。で、バイス22周年ということもあり、今回は、3人の子で頼んでるさっき言ったんですけど、どれも、どの方にも、この、例えば、堀木さんだったら、このシャツ、プラスアルファもう1種類出そうと。似たようなデザインというか、アプローチなんだけど、なんか、違うものを2個出すっていう意味で、バイス22周年みたいな強引のこじつけでした。なんでさっきちょっと今お願いしたんであれなんですけどT シャツのデザインもまあこれに対になるようなイメージで今お願いしたのできっとそのうちこれの対になる22周年バージョンが出てくると思うのでそちらもまたよろしくお願いします。じゃあとりあえず何にします？キャンプするんですか？もう忙しくて行ってたなくて。本当ですか？今年1月に行ったきりです。まあ、1月に逆に行ったんですよね。めちゃめちゃ寒くないですか？大寒波って言います。あ、行ってたっすよね。10年に一度、まあ、大寒波の日にキャンプする人ですよ。え、なんで？になったんですね。けどそれが楽しいんですよね。そうですね、挑む感じで行きました。おお。近くですか？テラー岐阜の。まあまあ寒いっすね。てか寒いっすね、それ。でも、ね、雪もありましたね。で途中でもバンバン降ってきたんですよ。え、何で行ってたんですか？その時はもう本当に山の中だったんで、うん、これとかアイアンでは行けなくて、うん、グラストラッカーで。けどバイクですか？ああ、もちろん車じゃなくて、はい、バイクで行ってんすね。やばいっす、一人で。遭難じゃないですか？遭難あ、けどグッズは持ってるから遭難はしないですよね。でも遭難仕掛けたんですよ、結構無茶なとこバイクで入ってったら。え、それキャンプ場じゃないですか？キャンプ場じゃない山の中ですけど。それはキャンプ場ですよ。キャンプ場です。キャンプ場ですよね。よく行ったっすね。降りちゃいけないとこバイクで降りて帰る。それも分かってしまう。それも分かってしまう。だからまあ過酷なとこ行ったわけですね。で行ってそこでやってなぜそこ選んだんですか？なんか気持ちがそこに向いたんですか？というか そもそもそういう3分の1を貸してくれるっていうところがあって、はい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 、そういうところなんで、こっからじゃあいいじゃないですか。そうそう、こっからなんだびっくりした。全部 B からしてますよ。山の入り口まで行って、はい、こっから何キロぐらいは、あ、好きなとこ使っていいよっていう私有地みたいな。そんな広範囲あるんですね。そうですね、それが岐阜県に22カ所あるらしいです。これまた22落ちで、どんで22か所なんですか？分かんないですけど。でそのうちの1か所を攻めたことです。そうです。ってことはあと21か所攻めないといけない。結構いろいろ行ってるんです。ああ、半分ぐらい行ったんですか？ああ、で11か所あと押さえれば一旦回ったから、その中でもさらにこう攻め場所が変わってくるんですね。そうなんですけど、その残りは
バイクで行けないようなところ。軽くなっちゃいけない。あー、運動がないみたいな、はい、あ、入っちゃダメみたいな。そうですね。あと入れないような山の中で。やばいっすね。で、そこはちょっとつまんないんで行けないんで。あ、バイクで行くとこまで競ったんですね。そうそうそう、バイクで行かないのは行かないんで。あ、じゃあそこにルールがあるんですね。なるほど。だと自分では絞れるから、 そのなんかそこに逆に攻め込みやすいんですね。です25箇所あります。そうそう、最近オリギンさんとこもなんていうんですか、お弟子さんっつったら、ね、なんていうんですかね、ちゃんと弟子が入ったんですよね。なんとそれがまたタケの友達で、そうですね。でも、ま、この前、そう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 、思い出した。この前オリギンさん出張にいないときに、腹減ったんでちょっと飯買いますって、うちが食事でやったときにタコス買い、タコスっていうか変わったタコを買いに来てくれて、で、ちょうど植物のイベントでビンゴやってたんですよ。当てて帰ったんですかね、彼は。これですね。これです。これを彼は当てて帰りました。ご飯食べてこれ持って帰るっていう、このそんな彼も働いてるんで、30代でした。結構30代か。30代か。30代半ばの人でね、なんかまた家住みやりたいなって人は、字を見てて、オリギンさんとか来たことない人は、ぜひ来たらいいんじゃないでしょうか。キャンプ好きの方も、1月山にキャンプ行く方なんて、盛り上がるんじゃないでしょうか。僕は絶対行かないんで、僕は嫌なんで、それは。あたかい時いいです。まだ早くないですか？まだ早くないですか？僕の中で。だけど、最近やっと、去年僕1年通してほとんどキャンプしてないです、実は。はい、雨降ったりとか、タイミング合わなくて、ちょっと久々に、キャンプ行ってみようかなと思い出したんですよ。あんま得意じゃないんで、そうなんですよ、はい、なんで、けどなんかちょっと行きたくなってきたんですよね。で、今回僕やりたいことが、ご飯とか作らないペースタイムやってみようかなと思って、疲れたんですよ、ちょっとみんなについてくることして努力してたんですけど、その努力が僕には向いてないんじゃないかって、はい、あのゆっくりしに行ってるはずだったのに、あ、なんか俺も作ってみようかなってやってることに追われて疲れちゃったんですよね。なんでそういうキャンプもね、一、うん、つあるかもしれないんで、まだバイションデーでもやるかもしれないんで、そんな何もしないキャンプ、うん、何が楽しいんだって話ですけど、いやいや、何もしないんで、うん、けど、ね、もうオリギンさんと何かで配信してるかもしれないんで、それ探すと理由ですよ、マジで。前から言ってるけど、レベルが違うんで、本当にバイクでもキャンプ行くんですもんね。行きますか、うん、最近このバイクは調子いいですか？調子良さそうですね、だって置いてあるんですもんね、ほぼ毎日乗ってるんで、だって絶対バイクで来てますもんね。そうですね、バイクで通勤してお仕事をするっていう、このスタイルがなんか逆にある程度同い年になってもいいですか、まあ、このぐらいになってくると逆にちょっとそれが有意義でいいっすよね。楽しいっす。しかも仕事までしてますからね、これ乗ってきて。で、趣味なんていうのかな、休みだから乗るじゃないんですよ、僕たちって。で、休みの日に逆に乗ります、キャンプ以外で。キャンプ以外です。乗らないです。ですよね、僕は休みの日だって全く乗らないんで、だからこういう時に乗れるっていうのはこういう世界の人たちの変わったところですよ。そうですね。それと続きで絶対バイク乗らすからね。そうですね。なんか今後なんかこういうのなんかいろいろ面白く感じる感がするんでいいですよね。そうですね。え、カスタムとかしないですか？もう満足で。これはもうちょっとどうしようという、まあ、やりだす、ね、するんですけど、でもやりだすと大変ですもんね。そうですね。こといってやることもないですもんね。そうです。この間アイアンの方が、うん、ヤフオクで方向入札したんですけど、アイアの方向について最優でしたっけ？そうですね、あのフロントブレーキないんで、はい、つけたい、来てた、あ、タグがないんですよ。ミニドラムついてるんですよ。あ、はいはい、もう壊れてすぐ壊れて、もうそのままになって、はい、山には向いてないですよね、ミニドラムは。ちょっと怖いんで、つけたいな。リスクリスクなんかでもドラムが欲しいんですよ。でもハーレーのドラム買うと高いっすよね、今、うん、SR とかじゃないとどうなんですか、はい、SR のドラムとか国産のフロントドラム、あ、そうっすよね、それもまあ昔から言ってるわけです、つくつくですよね、毎回さんに頼めば何でもつくっすよね、毎回さんに頼めば何でも別にいいんじゃないですか。じゃあ今それをやりたいですね、うん、これも3ケースで、ね、見てみて、うん、そうですね、これをそっちにつけてこっちを変えたらいいんですよ。それはもう今マイクさんと喋ってるけど、こっちをもっと全然違うのにしてみるとか、そうですね、まさかの、あ、懐かしいです、確かオリギンさん FLH してるね、最初 FLH してる、まさかの FLH 戻したいです。あ、まあ、ちょっとメッキのなせる、メッキなんか、こんな感じでしたっけ、
微塗装のナセルにして、はいはい、あれアルミか一緒ですね、まあ、なんか FLH に戻すっていういいですね、楽しいです。そんな感じで、バイス22周年企画第1弾、まずホリギンさんとの、コラボ企画のまずシャツと T シャツが多分あるんで、今日はちょっと軽く喋ってみました、果たして 何も伝わってないかもしれませんけどなんとなく見てくれた人ありがとうございます。そんな感じで、興奮したい、多分ひょっとしたらもう制服してくるかもしれないので、黄色と黒、両方頼んでいただけると幸いです。ありがとうございました。内容がすいません。じゃあまた、はい、バイバイ。